じゃあ、みさきチャンネル、みさきです。じゃ見てよ。じゃパイスラやってこいって言われたからさ、とりあえず防水の、汗かくから防水と思ってこれ持ってきたら、短すぎた。えぐ。きつ。今日は私のダイエット企画。ちょっと前に出した動画で、この2023年、年末に最後ライブ配信で51キロ。まあ私見ての通り今ね、太りすぎてるから、このボディを51キロまで絞らないと AV デビューっていう今大掛かりな企画をやってるんですよ。で今日はダイエット企画です。で途中経過というか、もう今日今からランニングするんですけど、とりあえず走る前と走った後と体重測っていきたいなと思います。ですが、で今お昼過ぎなんですけど、ちょうどお母さんに家のネギトロがもうちょっと腐りかけてるから食べてくれへんと言われたんで、今日今ネギトロ丼食べてきた。でもいいんやで、お昼に米食べな、夜食べられへんから私今夜はお米抜いてます。なのでまあ、ちょっとした今言い訳ですけど、ネギトロ丼の食後やからそれだけ考えておいてくださいね。じゃあ、みんな測るよ。なんかさ、なんかジャンプしたら軽なるとかない？そんなんない？いけるかな？よし。こないだも太っとってんな。ちょっと待って。ちょっと待って。これは言うとくわ。嘘。これはもう絶対嘘。どんどん減っていく体重。じゃあ、あっちでちゃんと分かろう。これは嘘やわ。行こう。今のはびっくりやな。そうやな。よし。よしよし。えぐ。じゃあ今から30分ぐらいかな、目安に走っていきたいと思います。付き合わされてるカメラマンな。もうさ、ダイエットマジでさ、ちょっと今1週間ぐらいしただけかな、なんか変動がすごいよな私、体重の。なんかさ、前日ほんとに食べへんかったりとか、サラダだけとかにしたらすぐ落ちるし、でもそうやってすぐ落ちたやつってすぐ戻るんよな。こうやってネギトロ丼食べたらさ、すぐ60いくねん。この30分の走りでネギトロ丼をチャラにするわ。そうしよう。知ってた？私ライブ配信とかでも結構飲みながら配信とかするんですけど、お酒大好きな方、ダイエットやばいらしいよ。なんかね、1時間筋トレした分ビール1杯でなくなるんやって、その1時間の筋トレなかったことになるらしいで。じゃあダイエットするにあたって筋酒も頑張ってるんよ。最近とかライブ配信で飲んでないでしょ。ちょっとね、年末まで禁酒生活も頑張る。よいしょ。まあ、たまに外行くときとかはチートデー必要やから、そういうときだけにする。よいしょ。というか、私チートデーがよく分かってなくて、どのペースでチートデー取ったらいいんかとか、なんかさ、調べとったらいろんなこと書いてあんねん。2週間に1回チートデー、1週間に1回チートでいるとか。よいしょ。全然、おいサボんなサボんな、ついてこいついてこい。抜かすな。ええー、感じに汗だくになってきてるわ。熱い。なんていうの、近いね。よいしょ。あ、なんかおもろそうな遊具あんで、行こうや。
走った後のこれきついな。いける。体重制限ない。落ちひん。めっちゃでっかいつも。これ滑りたいわ。すごい坂道がおるんよ。ごめんさん、この中盤、今何番なんか分からへんけど、ここに来ての坂結構きついな。視聴者さんの中でこうやってウォーキングとかランニングしてるよって方いますか？毎日どれぐらいしてる？今私何分経ったんやろ、体感2時間ぐらい経ってんねんけど、多分実際は2、30分ぐらいやと思うねん。でもさ、脂肪ってさ、20分後からしたらもうね、もう喋られんくなってる。20分後からしか燃えへんって言うたりするやん。何分やんのが理想ですか？またコメントください。もう無理。汗の量を見てさ、やらせじゃないことは分かってくれると思う。10分しか歩いてないのに1時間歩いたとか言ってないねん。もう無理、もう無理すぎる。涼しい。よし、体重測ろうか。さあ、体重計の前にちょっと汗だけ取って、この置いとくわ。これも取るわ。さあ、行くで。60.2 やったよ。じゃあなんで、おかしすぎるやん。歩いてただけやって、なんか食べてないからね。よいしょ。おい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 、返せ返せ。